サビオベガは、プエルトリコのプロレスラー。出身地は、ベガアルタ。1990年代は、アメリカ合衆国本土の WWF でも、活躍した。近年は、地元のプエルトリコを本拠地に、ブッカー業務も担当している。プエルトリコの帝王ことカルロスコロンの主催する、WWC にて1985年にデビュー。テコンドーの下地を生かし、 ザグレート歌舞伎をイメージした東洋系ギミックのペイントレスラーとなり、爆薬のトリニトロトルエを意味する TNT をリングネームにヒールのポジションで活動する。ミスター・ポーゴとモタックを組み、1987年7月にマークとクリスのヤングブラッド兄弟から WWC 世界タッグ王座をダッシュした。同年11月には全日本プロレスに初来日。 アブドーラザ・ブッチャーのパートナーとして世界最強タッグ決定リーグ戦に出場した。1990年9月には新日本プロレスに登場し、翌1991年7月の再来日ではグレート・ムッタとタッグを結成、7月19日の札幌大会にて、長谷博史佐々木健介のチームと対戦した。翌月の8月7日からは、 WING の旗揚げシリーズにも参戦している。1994年1月より、忍者ギミックの覆面レスラー、クワンに変身して WWF に登場。TNT 時代と同様のマーシャルアーツスタイルに加え、歌舞伎やムタのような毒斬りも放つなど、ミッドカード戦線で異色のファイトを展開した。マネージャーは、ハービー・ウィップルマンが担当し、ロー・イズ・ウォーにて、 ブレッドハートやジ・アンダーテイカーとも対戦している。1995年からは、覆面を脱ぎ、レーザーラモンの友人のプエルトリカンという設定のもと、サウスブロンクス出身のサビオベガを名乗って、ベビーフェイスに転向。5月14日の PPV、イン・ユア・ハウスの第1回大会にて初登場を果たし、ジェフ・ジャレットとザ・ローディの二人がかりの攻撃からラモンを救出して、 観客の喝采を浴びた。6月25日のキング・オブ・ザ・リングではトーナメントを勝ち抜いて決勝戦に進出、メーブルに敗れてキングの座は一したものの準々決勝で優勝候補の横綱に勝利するなどの活躍を見せた。翌1996年はインターコンチネンタル王者のゴールダストと交想、一時はタイトルを空位にしている。 1997年2月、再びヒールとなってファルーク率いるネーションオブドミネーションに加入。アーメット・ジョンソンやリー・ジョン・オブ・ドゥームと構想するが、6月にファルークと仲間割れしてノットから除名され、ミゲル・ペレス・ジュニア、ホセ・ストラーダ・ジュニア、ヘス・カスティーヨと共に、プエルトリコ系、ストリート・ギャング集団のロス・ボリクアスを結成。 ファルークが再編した新生ノットや、同じくノットを追放されたクラッシュの DOA との、三つどもえの軍団構想を繰り広げた。1998年には、WWF ブロール・フォー・オールにも出場したが、2回戦で、ダレン・ドロズドフに敗退。同年に WWF を解雇された。WWF 以降、2000年代は、イワ・プエルトリコにて、選手権ブッカーとして活動。 2008年1月にはインターナショナルツアーをプロデュースし、パナマにてリッキー・バンデラスともタイトルを争った。合衆国本土では WWF 時代の旧友ジェフ・ジャレットの招きで2008年7月から2009年7月までティネのロードエージェントを務めていた。2010年からは岩対 WWC の対抗戦アングルに参画。2011年12月からは キネのジェフ・ジャレットが創設したリングか、キングのトレーナーを担当。2013年より、WWC に復帰し、同年11月16日と2014年1月19日に、WWC ユニバーサルヘビー級王座を獲得している。2017年7月、武藤刑事プロデュース工業、プロレスリングマスターズにて、久々の来日を果たし、 無駄歌舞伎との魔界トリオを結成。また対戦相手には、藤波、長州に加えて、引退から11年の現職議員、長谷博が復帰。最後は、長谷博のノーザンライトスープレックスで倒された。TNT に関するカテゴリー。ありがとうございます。